どうも、阪神情報局です。今日もタイガースの最新情報についてお話をしていきましょうということで、現在この動画を撮影しているのが10月11日の金曜日なんですけれども、今回の動画はタイガースの最新情報まとめです。広く細かい複数選手の最新状況をお届けしていきます。各選手の細かな動きを知ることで、また違った見方もできると思いますし、前後関係、時系列の破綻なく、一本見ていただき、有益な時間にしていただけるようまとめていこうと思いますんで、よかったらシーズン中の情報収集にご活用ください。では早速お話をしていきますが、タイガースの最新情報まとめ、今回は今シーズンがプロ5年目、西純也投手の現在地、ここを見ていきましょう。西投手といえば2年目の2021年1軍で2試合に登板。この年プロ初勝利を記録してぐっと台頭してきたのが3年目の2022年です。出てきた時のインパクト未だに覚えてますよ。150キロをバンバン超えてくるストレート、そしてコマンド力十分のフォーク。特にこの年一発目のジャイアンツ戦、ものすごいインパクトありましたが、西投手はこの年14試合に登板し6勝3敗、防御率 2.68 を記録。そしてこの年の秋のキャンプ、岡田監督が新たに就任しましたが、そこでブルペン投球を行う姿を見て岡田監督は絶賛。西純がもう一人ぐらい欲しいな。力強さが落ちひんやんか、逆に上がっていくやん。体とかほんま大きなってスタミナもあるしな。故障もそんなない。ちゃんと理にかなった投げ方してるんやろ。他のピッチャーにはない持ち味よ。2桁勝てる力はあると思うよと、かなり期待値高く2023年シーズンを迎えたんですが、昨シーズンは17試合に登板し、そのうち先発が11試合5勝2敗で防御率が 3.86。 中継ぎへの配置転換もありましたが、岡田監督がたびたび言及していたのがフォアボールでランナーを背負うこと。まあ、というのもその前年2022年は77回と3分の1を投げて与えたフォアボールの数は19個、予四球率は 2.21 でした。ですが昨シーズンは72回と3分の1で与えたフォアボールの数は28個、予四球率は 3.48 に。そして課題はフォアボールだけじゃなく、厳しいところを狙ったボールがスーッと抜けて真ん中に行ってしまう。それによって被打率も悪化。2022年は2割3分5厘でしたが、昨シーズンは2割8分2厘に、まあ、大体5分ぐらい上がって、なおかつフォアボールでランナー背負うことが多いとなると、どうしても安定感は欠けてしまう。で、岡田監督が大絶賛した、2022年の秋のキャンプからちょうど1年。去年の秋のキャンプ、で、そこで投げ込む西純也投手の姿を見て、そら1年前に比べたら全然あかんよな。ピッチングコーチにも、西純はちょっとキャンプでスタイル変えた方がええよ。今のスタイルじゃ無理やでって俺は言うたんやけど、今のままじゃ俺は良くならんと思うよ。ほんまに全然やったな。横の川原の方が目立っとったで。どっちが背番号2桁か3桁か分からへんでと。当時まだ育成契約だった川原投手と比較し、厳しいコメントを出していた。で、そうした中で迎えた今シーズン5年目、西純也投手はファームで17試合に登板し、そのうち先発が14試合、5勝6敗で防御率が 3.23。83回と3分の2を投げて、奪った三振74個、奪三振率が 7.96、 被打率が2割8分2厘。昨シーズン課題となっていたコントロール面ですが、大きく改善されたということはなく、まあ、今シーズンファームでの予四球率は 3.33 で、今年は1軍で4試合登板しましたが、全てリリーフ。6回3分の2を投げて防御率は 2.70 という数字で、奪った三振は0でした。なかなか今年1軍では西純也投手本来の投球スタイルを見せることができなかった。まあ、正直今年の西純也投手の起用法、本人としても色々難しいところはあったと思うんですよ。まあ、ファームの成績もご紹介しましたが、今年はほとんどが先発登板。まあ、基本的に先発調整が続いていました。ただ1軍に呼ばれる時はリリーフとしてでした。まあ、ただそれでも限られたチャンスで西純也投手は結果を残していくしかない。まあ、ただその中で全く結果が伴わなかったということではないんですが、まあ、やはり中継ぎピッチャーの枚数も多いですし、本来は先発として計算したいピッチャーですから、まあ、そのチャンスを伺いながらというシーズンでしたが、今年は先発登板ゼロに。昨シーズン西純也投手が先発した11試合、今年は誰で補ったのかというと、まあ、ビーズリー投手が先発ゲーム7試合増えて、あとは高橋遥人投手が5試合先発。まあ、ゲーム数で見ていくと、この2人が補ったというところでしょうか。で、今シーズンの西純也投手を見ていく中で、ファンの中で色々上がった議題としてあるのが、なかなか球速が出ていない、ここなんですね。というのも昨シーズンの西純也投手はメインで先発をやりながら平均球速は149キロありました。ですが今シーズン1軍で全てリリーフ登板でしたが、平均球速は145キロ。ですので大体平均で約4キロ低下しています。で、昨日のフェニックスリーグ、西純也投手は6回を投げて3安打無失点と好投したんですが、和田二軍監督はその球速の低下について言及。抑えはしたんだけどね。やっぱりまっすぐの走りが悪い。140キロを超えたのが何球かしかなかったからね。スピード感が全てじゃないけど、やっぱり持ち味、強いまっすぐが足らない。要因はここでは言わないけど、もちろん理解はしてね。なんとかっていう
う気持ちでやってるんだけど、それでも抑えるのはやっぱり投球術とかね、そういうものはある程度持ち合わせてやってる。でも結果うんぬんってとこじゃないんで、やっぱりもう一回自分のピッチングスタイルというか長所を元に戻すというか、もうそこだよね。フェニックスではそこに取り組んでもらいたいと、このようにコメントを出しています。本人も先発への思いは強く、こだわりを持ってるピッチャーですが、それでもいい時と悪い時の差、ここがちょっと激しいという課題もあるんで、やはり求められるのは安定感、打撃力という唯一無二の武器も持ってるピッチャー、あれだけ花がある選手もなかなかいませんから、やっぱり西純也投手のスタイルを見ると、ぜひとも先発で見たい。さあ、そして2軍の最新事情で言うともう一つ、僕の動画のコメント欄でも、この選手どうなってるんですかと、まあ、たびたび質問いただいておりましたが、ついに最新状況が判明しました。それが今シーズン3年目を終えた中川選手。中川選手は今シーズンファームで70試合に出場し、137打数44安打、打率が3割2分1厘、2ベース10本、3ベース3本、ホームラン4本、打点が28、四死球合計18個で、出塁率が3割9分5厘、OPS が920、得点圏打率4割0分4厘と、打撃面でえげつない数字を残した。ただ中川選手のポジションはキャッチャーで、ここ数年ファームのキャッチャー運用を見てると多くの選手の起用法が分散されています。で、今年もキャッチャーとしての起用数トップ3見ていくと、1位が藤田選手55試合、2位が坂枝選手50試合で、3位が中川選手45試合。まあ、この3人がメインという形になっていますが、1軍経験持つ長坂選手が22試合で、今シーズン限りで戦力外という形になりましたが、片山選手も21試合マスクをかぶっていました。で、タイガースの課題の一つとして、梅野選手、坂本選手に続く新たなキャッチャー育成、ここも求められる中で、中川選手は次世代候補として名前をぐっと上げていってるわけなんですが、そんな中川選手は9月の終盤からゲームに出ていなかったんです。最後の出場は9月20日のカープ戦で、スタメンは9月の17日まで遡る。で、2軍公式戦を終えて、中川選手はフェニックスリーグにも帯同せず、もしかしたら怪我なんじゃないか、まあ、こういった声というのも上がっていました。まあ、中川選手といえばプロに入って何度か怪我に苦しめられてる選手。まあ、去年のウィンターリーグ11月の末、バッティングで一塁へ向かった際に下半身を痛めてしまって、その場に倒れ込んで担架で運ばれた。そして今年の春のキャンプ、まあ、一軍帯同を続けていましたが、再度右下肢を痛めてしまって途中離脱で、この故障が影響してしまい実戦が遠のいたという流れもありました。まあ、だからこそファンとすれば中川大丈夫かと、そういった声を上げていたんですが、中川選手は鳴尾浜で残留練習を行っていて、本日11日からフェニックスリーグ参加に向けて宮崎入りします。で、中川選手は今後に向けて守備をもっとレベルアップしないと一軍にはいけない、この秋は守備に重きを置いて練習も試合もやっていきたい、そして長所も伸ばしていければと。やっぱり次世代のキャッチャー候補、先ほど起用数のところでもご紹介しましたが、ライバルは多いです。で、和田監督もたびたびシーズン中守備面が課題だと中川選手については言及しています。まあ、ですが、先ほどご紹介した西純也投手もそうですが、長所を伸ばすというところも、まあ、プロの世界で活躍していくために間違いなく重要だと思うんで、まあ、二人がここから来シーズンに向けてどういう姿見せてくれるのか注目していきたいなと思います。はい、ということで今回の動画ではタイガースの最新情報まとめご紹介していきました。西純也投手にしても中川選手にしても高卒から入団し、ぜひともタイガースの軸になってほしい選手、来シーズンに向けてこの秋の期間どういう姿見せてくれるのか注目していきましょう。皆さんは本日ご紹介した最新情報、それぞれどのように考えますでしょうか。よかったら皆さんのご意見というのもお聞かせいただけると嬉しいです。ということで、以上、今回の動画が皆さんの参考になれば非常に嬉しいです。この動画が面白かった、ためになったと思っていただけた方は、よかったらチャンネル登録、グッドボタン押していただけると嬉しいです。皆さんのおかげでこの阪神情報局チャンネル登録者6万人突破、いつもありがとうございます。皆さんのご視聴、コメント、高評価、チャンネル登録が励みになってます。次は目指せチャンネル登録者6万1000人ということで、今後とも阪神情報局何卒よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。毎日トラホー、ありがとうございました。若い選手が一軍の軸になってくれると、さらにチーム力は増す。それぞれの選手がどんな成長を見せてくれるか注目していきましょう。ではまた。